今日はこれから平方根とはということでお話をしたいと思います。まずここに書いてありますけれども、よいしょ、平方っていうのは二乗のことです。小学校で例えば面積とかを平方センチメートルとこういうふうに書きましたよね。ここにあるちっちゃい2っていうのを平方って読んでたと思うんですけれども、まあ早い話が二乗することを平方と言います。例えばプラスの1、これを平方、つまり二乗すると当然1ですよね。ここです。マイナス1も平方するとやはり1になります。同様にプラスの2もマイナスの2もどちらも平方したら、つまり二乗したら4になり、プラスの3もマイナスの3もどちらも平方、つまり二乗したら9になるということですよね。で、平方根っていうのは平方の逆で、例えば今プラスの3とマイナスの3を平方して9になったと言いましたけれども、ここでこうですよね。こうこう平方、平方、平方して9になった。で、こういう時に9の平方根はって言ったら、元のプラスの3とマイナスの3、このことを指します。同様に4の場合はプラスの2とマイナスの2を平方、平方、二乗すると4になったわけですから、4の平方根はプラスの2とマイナスの2になります。1の平方根も考えるときに、まずプラスの1とマイナスの1、この2つが平方して1になったということで、逆ですから1の平方根はプラスの1とマイナスの1、4の平方根はプラスの2とマイナスの2、9の平方根はプラスの3とマイナスの3、このように考えてください。根っていうのはもともと根っこという意味なので、まあ英語でルート、ルート、これが根っこという意味で、英語で書くと頭文字が R なので、この小文字の R をちょっとデフォルメした記号がいわゆる根号と言われます。で、この図でわかるように、例えばじゃあ2の場合はというと、まあ大体この図から想像できるように、この辺の数とこの辺の数を平方すれば、まあ2になりそうですよね。ってことは逆に言うと、2の平方根はここら辺とここら辺にありそうだということがわかると思います。でもさっきと違うのは、1の平方根、4の平方根、9の平方根って言った時には、その平方根にあたる数がプラスの2とマイナスの2とか、プラスの1とマイナスの1とか、あるいはプラスの3とマイナスの3というふうに、たまたま整数
で出てきたから、まあ、答えやすかったんですけれども、じゃあ2の平方根はって言われた時にこの辺とこの辺ですとは言えないので、まあ、そういう時にこの平方根をきちんとすっきり表すために考えられたのがこの根号、つまりルートの記号ということですね。まあ、ですから、まあ、ぴったしの数にはならないんですけども、2の平方根はと言われたら、こっちがプラス側なので、プラスのルート2。こっちがマイナス側なので、マイナスのルート2と。こう答えます。同様に、例えば、7。この場合でも、まあ、おそらくこのマイナス2の平方が4でマイナス3の平方が9ということから、まあ、おそらく7っていうのはこのマイナス2とマイナス3の間、まあ、正確にはわからないですけども、おそらくこのマイナス2とマイナス3の間のどこかを平方すれば7になり、プラスの側もどこかわからないですけれども、このプラスの2とプラスの3の間の数、これを平方すると7になりそうだということは、逆に7の平方根はどの辺にありそうかといえば、この辺とこの辺だろうということは、まあ、この図からわかります。だから7の平方根と言われたら、2の平方根と言った時と同じようにすっきりした整数になりそうもないので、この場合にはこちらをプラスのルート7、こちらをマイナスのルート7、まあ、こんな風にして記号を使ってすっきりと表しましょうと、まあ、そういう話ですね。ですから、もう一回整理すると、例えば、4の平方根わーと言われたら、まあ、とりあえず、まあ、ぴったしになるならないを別にして、プラスの方とマイナスの方必ず両方にあるので、こういう時はまとめてプラスマイナスで、とりあえず平方根はと聞かれているので、混合記号を使ってルート4と答えてから、たまたまそこの場所が整数のプラスの2とマイナスの2になっているということで、4の平方根はプラスマイナス2と、このように整数にまで持っていける。だから9の平方根はプラスマイナスルート9だけれども、たまたま整数に戻るのでプラスマイナスの3と、このように答えてあげることができると。ただ間に収まる2とか3とか5とか6とか7というのはちょうど平方根に当たる場所が整数ではないので書きづらいので、すっきり書くために、例えば2の平方根って言われたらプラスマイナスルート2と。ただ何度も言いますけど、ここの場所というのはちゃんと整数にすることはできないので、2の平方根っていうのを表すのにこの混合のままプラスマイナスルート2と、必ずプラスの側とマイナスの側2箇所にあるということですよね。
プラス2、ごめんなさい、プラスルート2、マイナスルート2と横にこういうふうに並べて書いてもいいんですけれども、まあ、通常はまとめてこの2つをプラスマイナスルート2という書く習慣があります。まあ、当然3の平方根はと言われれば、多分この辺とこの辺だろうということがわかりますよね。当然整数にはなりそうもないので、プラスルート3とマイナスルート3ということでまとめてプラスマイナスルート3と、まあ、このように書くことになっています。よろしいですか。平方根っていうのは、平方する前どこにあった数字かということ。ポイントは必ずプラスの側とマイナスの側両方にもともとあったということから、平方根を聞かれた時には必ず2つ、プラスの側とマイナスの側、そのように答えてください。以上よろしいでしょうか。